よどんよどんよどん。確認してみるね、今写真。あー、黒いちんちんさん、黒いちんちんさん、小手ありが、違う、広告ありがとうございます。300ポイントありがとうございます。上司の下を走る高速も、高速道路も、こう、あ、この下に高速道路走ってるんだ、ありがとう。ちん、もうやだやめ、黒井さん広告ありがとうございます。ありがとうございます、黒井さん、ここありがとうございます。でも読まないとさ、だってさ、一度読んだから黒井さんでもういいでしょ。987、おかしい写真、6、おかしくないでしょ。よし、ここ下に PC に出ない。あ、 F5 してもらえると出るかもしれない。 F5、 あ、フォローさんありがとうございます。どうぞごゆるりとお過ごしください。ありがとうございます。どんな小手班でもね、感謝しますよ。嬉しい。小手班というか、小手班なのかな、小手班なのか、広告の名前も変えられますから、もしかしたら100ポイントで変えてるのかもしれないけどありがとうございます。あ、ごめんなさい、鼻出ちゃうわ。私に読ませたいの、性癖。やだ、ファンタさん歩いてるように見える。やんやんやだ、誰も歩いてないでしょ。よし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 、こけんように、うん、気をつける、ありがとうございます。よいしょ、よし、ヤンが低い。石垣も本物、あ、石垣も本物、あ、上洛だ、落城当時のままのものなんですか。それはまた、それはまた、当時のままなんだ。まあ確かに趣はある、確かに。お釜に読ませて喜ぶ変態多い。街灯はありません。ガーディは当たり前です、街灯はありません。キツネビの噂、あ、そうなの、そんな噂もあるの。なんかおじさんみたいな絵って、キツネビか、定石のところに入ると空気違うの、ファンタさん。沢に舐め込む、あ、そうそうそう、その沢がね、下にありまして、その付近で、あの慰霊碑のあたりでバケタンしたら、まさかの黄色が出まして、幽霊がいると、幽霊がいるみたいで。当たり前ですか、麻生太郎ですか、おじさん。そうそうそう、怖いよね。よいしょ、あん、あ、マラボッキさん、400ポイントありがとうございます。嬉しい、マラボッキさん、広告ありがとうございます。400ポイントありがとうございます。嬉しいです、感謝です、ありがとうございます。私は忘れてないよ、私は忘れてない、私は忘れてませんよ、忘れてませんよ、忘れてませんよ、入りませんよ、中には入りませんよ、忘れてませんよ。バレたかね、リスナーさん、バレたかって、入りませんよ、入りませんよ、私は入りませんよ、入りませんよ、入りませんよ、私はここで終わりね、入りません、ここでストップ、ここでストップ、入りません。ゲストさん、ずっとロムだけど大ちゃんが面白くてコメしたわ、ありがとうございます。入りませんよ、私は知ってるんだから、私は知ってる、ん、私は覚えてるんだから、入りませんよ。ここね、ここね、入るとね、変なね、自動で流れるんですよ。危険ですみたいな、危険です、危険ですみたいな時間帯でね入りません、入りません、入りません、知ってるんだから、私入らないよ、危険です、危険です、危険ですだよね、そうですよね、危険です、ですよね、危険です、危険です、
一応写真だけ撮るね。危険なのはオカマ知ってる。そうなるなる。覚えてるで、覚えてないの、リスナーさん。覚えてるんじゃない。私何度も引っかかったんだから、それに。もうね、さすがにそれ、このね、バカな私でもね、さすがにもう覚えてるよ。なんでなるの？だから夜は、だからどうなんだろう。立ち入り禁止とは書いてないけど、まあそれ一応警告ですよね。だからだから私はここで、あ、浜村淳さん先生、浜村先生、当時、そうそう、当時三日三晩、そう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 、センスあるんだよ。どこにあるんだっけな。あ、あれあれあれ、見えないか。入ってみてお願いって。誰かが入ってくれたらいいんだよ。あの和光君たちが私の代わりに入ってもらってさ、ドラドラプレイ。ホーラさんありがとうございます。あ、今オフになってるのかな、センサー。ならないね。え、誰かいる？まさかいないよね。人いないよね。なんか落としたからさ、音がさ。パトカー来た？ここパトカー来た？パトカーはね、私の時はね、大丈夫。私ほら気づかないでさ、あと他の人が入った時とか危険ですって言ってたけど、パトカーは来なかったな。クマ出る？あ、クマは出るかもしれないね。滝は、あ、しゅんさん、また滝に行こっか。入れたけど、あまり入りすぎると危ないからさ。いや、え、誰かいる。何今の音、やばくない？何今の音。ちょっと待って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 、今の何、何の音。え、ちょっと待って待って、なんだなんだ、頭痛い。カタカタ、カランカラン、カタンカタンみたいな、カランカラン、カタカタン、ガタンガタンっていうのかな、カランカラン、コロコロ、カランカラン、何かが転がる音。え、何の音だろう、なんで転がる音がするの、何の音だろう。何かが上から落ちてきたのかな。気のせいではない、確実に音はした。霊障気まくりだね、ここね。霊障なのかな、わからないけど、仮に霊障したとしたら霊障起こりまくりなんだけど、今日、今夜初めてなんだが、ここまでさ、何回も何回も起こるの怖いな。あ、広告ありがとうございます。 あ、192人のやつから、フォロー参加ありがとうございます。広告もありがとうございました。勝手に俺の家に入るなっていうか、警告してるのかな。馬、激変の鬼太郎、野生動物、野生動物なかな、野生動物かな。いや、野生動物の音ではなかったな。なんで電気消す？私電気消した？闇にどうかした？電気消して。この辺は復元？ここで記念バケタン？レンボ、あ、そうだ、バケタンしてみよっか。赤出るかな。中には入れないからさ、一応ここで、ごめんなさい、鼻出ちゃう。中に向けてここからバケタンしてみるね。馬のお墓あった、ありました、ありました、馬のお墓ありました。動物のお墓じゃないけど、あの慰霊碑、供養の碑ありましたけど、動物のね。やだね、怖い怖い、ちょっと待って待って、もう場所変えようか、怖くなってきちゃった。待って待って、バケタンだけさせて。無理無理、怖い怖い。あ、ダメだダメダメ、今足が震えてる。これ良くないな。あ、これ霊障なのかな、これが霊障なのかな、私わからないんだけど。え、なんか本当に怖くなってきちゃったな、どうしよう。またパニックになっちゃうと危ないしな。あ、違う、どうしようどうしよう、怖い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 。怖いな。よし、ちょっとバケタンしてみるね。ちょっとこれ定石の方に向けてバケタンもう一度してみます。幽霊探知ポティッ、あ、これ初見さん、幽霊探知と言いまして、バケタンです、アプリですね、 iPhone のアプリです。バケタンです、幽霊探知ポティッ、そして左が安全、右が危険になります。
では探知してみます。幽霊の方ポティッとなピヨッ来た。今のこの音飛行機フォロー参加ありがとうございます。あーやだ、大丈夫大丈夫、問題ない。特にね、特にね、特に異常は認められません。特にね、異常は認められませんでした。 OKOKOK、まあ、いるのかいないのか、特に何もない。安全でもなければ危険でもないし、特に現状異常は認められませんでした。 OK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 、 大丈夫大丈夫、安心した。一旦下降りるか。なんか嫌な感じするんだよね。何の音だろう、この何の音した、この音は何、この音はこれ飛行機の音。待って、本丸行く、本丸ってどこ、本丸この奥じゃない。チって何よ、チって。ちょっと一旦ライト消します。ちょっと階段さ、ここ危ないから階段足元照らしますね。ちょっと申し訳ありません、足元照らさせてください。あ、フォロー参加ありがとうございますね、ハデスさんね、赤ね、気持ち同じ。本丸ってどこ、本丸どこにあるの、本丸上にあるんじゃなくて。カリスマ美容師さん上、やだあれ登るの、あれきつくないの、あれだって1時間2時間かかるでしょ本丸まで。ガチのあれですよ、山ですよ、冗談抜きの本気の山ですよ。それなりの靴も必要じゃない、本丸行くのは。油断したところだから、サラダもある。本丸の小さちにはそこか、いやーん、私はね、全幅の信頼をね、よいしょ、置いてますね、よいしょ。なんかさ、嫌な感じするんだけど、何これ、この気配なのかな、わからないけど、これが幽霊なのかな、霊障、霊感、何これ、霊障。ヒョコロペは460、八王子城跡はそんなに山でもない、ね、あ、本丸に行くとね、本丸はまた別でね、本丸はかなりのね、山にあるんですよ。一旦ライト、いや、いやだ、何あれ、気のせい、ライト、一旦ライト消させて、一旦ライト消しますね、怖いけど、誰か人がいればさ、ライトつけてるはずだから、わかるじゃん、誰か人いれば。ライトなしで歩かないからさ、明かりがあればさ、人がいるわけでしょ。見えない、見えないだけいい。あ、そうなの、サラデキムラのお父ちゃん、このお正月。あ、そうなの、ポコチンゴー、何ポコチンゴーって。あー、やだ、ポケモンゴーでしょ、してない、やろうか、ポケモンゴー、新しいポケモンゴー、またコンプリートしよう。わらね、親切ね、ありがたいよね。ぬかるみとかあるとさ、やだ、ライトなしでここはさすがにないでしょ、やだやだ、何あれ、ねえ、明かり見えたんだけど、あれ何、川のさ、川のあれでしょ、あれはライトじゃないよね、 OK、 幽霊はライト使わない、まあ、それは確かに、それは確かにそうなんだけど。草刈正雄パパ、ポケモンゲット、うん、ポケモンしてたのよね。一応ポケモンね、いや、まだ落とした、まだ音がした、ポカンってポコンってポカンってポコンって、一応初代はコンプしたからさ、金と銀もコンプしないと。ねえ、やだ、何の音、靴の紐を結ばせて、写真どこ、写真、ちょっと靴の紐結ぶ。あ、フォロー参加ありがとうございます。いやだ、飛行機か、もうもう、いやだ、もうやだ、もう、怖い怖い怖い、やだ、あ、もうここ無理だ、無理無理、もう場所変える、やだ、ダメだ、精神的にきついぞこれ、ダメだ、自分も好きでさ、ここに来てるから文句言えないんだけどさ、それでもさ、さすがにちょっと今回ここきついな、ここなんかおかしいよ、私絶対何も霊感ないから感じないのに。名字で呼ばれるより怖くないね。新アイテムとか地域限定、地域限定あるの、
沖縄限定とか、はあ、諦めないで。夜中に飛行機飛んでる。ミキチゴさん怖いのよ、助けて。イケメンのミッキーいちごさん助けて。また静岡でお会いしましょう。どこ写真撮んのよ。コミネよりやばそう。あ、コミネよりやばいね。この電波のさ、しかも電波のこの途切れ具合もまた怖くてさ、安定しないところが、あーやだ。白いの見えたけど私の息ね。写真ね、 OK、 写真撮る。名字、オーライさん名字何、何の名字。カメラじゃない、 Twitter 起動してた、おかしいと思った。ここで写真撮るね、一枚ね。OK。沖縄限定とかあるんだ。飛行機飛んでるみたいよ。なんかあるのかな、基地とか何かが。ガチの山だから寒いね。後ろにかなり連れてきてる。それ言われると怖いの、怖くなるよな、さらに。あ、残りあと1分か。申し訳ありません。ありがとうございました。この枠も最後までありがとうございました、初見さんもありがとうございました。常連さんもロムゼンさんもありがとうございました。たくさんのご報告もありがとうございました。明日のチケット使わせていただきます、すでにお休みの方もお疲れ様でした。ありがとうございました。